三国志シリーズで今遊ばれているのはどの作品か、ゲーム三国志人気ランキングを発表したいと思います。まずはランキングを14位から順に見ていただき、その後にランキングの詳細を取り上げていきます。局面に応じて様々な意見を主張し、自分の夢を語る武将たちに人間としての個性が付与されたタイトル。武将たちと織りなすドラマチックな長期イベントが魅力となっている。城の立地、農業や交易による経済要因など、地の利を生かした細やかな戦略が可能になった。敵味方が同時に行動するシステムで、より一層の駆け引きが楽しめた。中国統一は国単位から都市単位に、配下の身分を任命して効率的に組織運営をしながら46都市の統一を目指す。種類豊富な戦場では、歩兵、騎兵、土兵などの部隊や兵士の指揮、時間経過、天候変化までもが戦局に関わり、複雑な戦況を伴った戦闘が楽しめる。グラフィックの強化に加え、史実モードと仮想モードの採用も特徴となった。個性的な武将が約450名登場。武将個別の能力である特性や武将たちの意見を聞く表情の追加により、配下武将の適性を生かすことがゲーム展開の鍵を握った。また外交要素として辺境異民族が初登場。戦闘では城内での最終決戦のほか、攻城戦で勝者、発石者などの兵器を用いたダイナミックな戦闘が可能になった。三国志シリーズ第一作は、中国大陸を舞台としたシミュレーションウォーゲームとして登場。プレイヤーは、魏、呉、蜀の三国時代の英雄となり、中国統一を成すべく、戦略、戦術の限りを尽くす。個性豊かな多数の武将たちを味方に引き入れ、配下武将としていかに使いこなすかが、攻略の鍵となった。三国志世界を支える住民たちをクローズアップした作品。名声の要素により、住民の心をいかにつかむかが君主の行動数に影響した。戦闘には全12種類もの陣形が加わり、作戦に合った陣形を選ぶことで戦局が有利に進む。戦況を左右する武将の特殊能力も多彩だった。シナリオに黄金の乱が追加されている。革新的なグラフィックとオリジナル武将を含めた武将担当性が最大の特徴。勢力の発展に尽くしたり、自らに磨きをかけたり、選んだ武将の身分によって目的や行動が変わり、自由な遊び方ができた。三国志演義を原点とする歴史イベントに加え、出世、反乱、放浪、交友など様々なイベントが三国志世界をドラマチックに演出した。
総勢650名以上の武将が登場し、身分に軍団長、放浪軍が追加された。搭載された51年分のシナリオでは、異教外、公敵主、旧敵、結婚など武将間の人間関係が表現され、多様で奥深い人間ドラマが描かれた。また武将の新要素として戦法を導入。策略、戦術とも絡み合い、戦闘シーンがより戦術性を増している。息を飲むムー氏の策、三国志演義で知られる埋伏の毒、クコドンロウなどの様々な計略の登場。勇猛果敢な一騎打ちや敵を奇襲する伏兵のほか、援軍共同作戦といった外交要素も導入され、より戦術的戦略的なプレーが楽しめるようになる。また本作からオリジナル武将の作成が可能になった。三国志にでは、張翦が初めて登場し、以後も関連するイベントが用意されています。イベントの途中が3点ほど省かれているのは納得いかないですか？そんなことを言っていると、周りの者も呆れ果ててしまいますよ。この先の第6位からの映像は、実際にゲーム実況を行った際のものとなっています。ゲーム内容に興味がある方は、トップページから再生リスト経由で確認してください。それでは続けてランキングを見ていきましょう。歴史に残る大逆転劇を可能にする大規模な策略、秘策の登場。白熱のリアルタイムバトルで戦局を見極めれば劇的な勝利も望めた。個性豊かな英雄たちのエピソードが躍動感に満ちたグラフィックと臨場感あふれるボイス付きで鮮やかに再現された。落ち着いてお聞きください。戦略フェーズと進行フェーズに分かれたゲームシステムと中国全土の一枚マップ表現により、戦略と戦闘の一体化が実現。交戦中に他国に援軍要請して敵の背後をつかせたり、マップ上に軍事施設や障害物を設置したり、これまでにない戦術による駆け引きの妙を体験できるようになった。多彩な兵法による武将の個性も際立っていた。
場する全武将がプレイ可能。身分の違いはもちろん、個人の能力や経験によっても武将の活躍の場が変化した。イベントがイベントを呼ぶ、ドラマチックな英雄物語が綴られる。猛将同士の一騎打ちに加え、軍師や軍艦が戦う舌戦システムを搭載。複数の都市を巻き込んだ地方を戦場とする対戦、聖域で一気に勢力拡大が狙えた。シリーズ初の 3D 一枚マップと男性が融合した作品。内政、戦闘で技巧ポイントを獲得して勢力強化を図った。戦場では突き飛ばす、引きずり込むなどの戦法を駆使し、火罠、堤防などの罠と組み合わせることで少数で大軍を撃破することも可能だった。一騎打ちは迫力の 3D に進化し、複数の武将による入れ替わり戦も実現した。これぞ三国志、百花繚乱の英傑劇をコンセプトに、ゲーム内のあらゆる場面で英傑たちの縦横無尽の活躍を感じることができる作品。プレイヤーは三国志を生きた英傑の一人となり、歴史の主人公として新三の軍師や無双の豪傑たちと力を合わせたり競い合ったりしながら、自分だけの物語を紡いでいく。三国志9、三国志11に連なる一枚マップ君主制を採用するとともに、広大な中国大陸を細かな土地の集合体で再現。取って取られての土地の奪い合いを色の塗り合いで表現し、中国大陸を巡る戦いは天下が狙え。また登場武将はシリーズ最多の1000人に。ランキングは以上です。もしよろしければコメントに皆さんのおすすめの作品と感想などを書いていただけたら参考になります。また高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。今見ていただいたランキングに関してなぜこの結果になったのかを紹介していきます。2021年3月31日の段階で
PC でゲームを遊ぶ際に用いる Steam の同時接続数をランキングに用いています。その数字はこちら。同じ数字の場合は前日を見比べて高い方を上位にしています。 Steam 経由で遊んでいることが条件のため、家庭用ゲーム機や昔の PC 向けの CD およびフロッピーディスクは対象外です。13作目から Steam を最初から使う状態になっていますが、1作目から12作目に関しては2017年前後の渋沢公アーカイブスという名目で発売されたバージョンが対象です。このため13と14は数字が高めに現れる傾向があります。11に関してはもしかしたらディスク版、それで遊んでいる人を考慮すれば13を抜いている可能性はあります。以上です。ランキングがゲーム選びの参考になれば幸いです。ではでは。